ダービーマッチ日本のダービーマッチ中部日本横断シリーズ更新ダービー更新ダービーとは山梨県をホームタウンに持つバンホーレ甲府と長野県松本市をホームタウンに持つ松本山が FC が対戦する試合の故障である山梨県と長野県は隣接しており更新地方と呼ばれるなど古くからのつながりがあるバンホーレ甲府は1999年に日本 プロサッカーリーグに加盟して以降、ホームゲームは一貫して山梨県内で行っていたが、2003年に初めての県外開催として、松本市にある長野県松本平広域公園総合球技場にてアルビレックス新潟線を開催する。これきに松本川でも J リーグを目指す機運が高まり、2005年に北信越2部リーグにところ属していた。 山がフットボールクラブを松本山宮尾フットボールクラブに解消し、J リーグを目指すことになった。その後2006年に北新越一部リーグ、2010年には JFL と順調にステップアップし、同年 J リーグ準加盟に承認される。なお、この年の天皇杯で、甲府と松本山がは公式戦で、初めて対戦し、甲府が1の0で勝利している。 そして2012年に松本山賀は J リーグに加盟。同一リーグで対戦することになった双方のクラブは互いのスポンサードをしているセブンイレブンを冠スポンサーに更新ダービーが行われることが発表され、7月4日には記者会見も行われている2015年には両クラブが J1 リーグで対戦することとなったが対戦企画としては新潟、松本、 甲府、清水の4クラブによる中部日本横断シリーズが行われることとなった。松本と甲府の直接対決については、両クラブの共通スポンサーであるホンダ4輪、販売更新の提供により、ホンダカーズデーとして開催された。ありがとうございます。